東条英機あるいは東京裁判ということがあって、戦争前の日本にはどうだったんだろうかというのを研究し、あるいは人に会いました。その中に東条英機の孫に会いました。孫って言ってももうすでに60ちょっとで僕と一緒のような年齢でした。孫さん女性の方でした。あとでちょっと話をします。それから、大本営の参謀の方にもお会いしました。その方はもうずっと僕より上で89歳。で、どうして大本営参謀はどういうことをやったのか、どうして日本は戦争を負けたのですかということについて遠慮なくいろいろお話いたしました。あれやこれやいろんな人たちに会いたい、もっと勉強したいっていうのはやっぱり父が死んでくれたからだなと思ってるんです。だから僕は父が死んでくれたことはほんまにありがたかったなと思ってるんです。もう恨んでも何もいない。ああ、よかったなっていう、そういう思いになってるんですね、今ね。うん。だから、この戦争というものを日本には切り離しちゃうと、これはもう漂白する人生になっちゃうよと思うから、ちょっと余計なこと言いました。さて、ここに、用意いたしましたが、1945年、昭和20年、8月15日に終戦でした。で、8月の30日にマッカーサーが、この厚木にやってきました。厚木っていうところは今でも東京にございますが、これは帝都。当時東京は帝都と言ったんですね。これ私たちはあまり聞かないです。だから、帝都ですから。帝の都ですから。本当に美しくしたいと思った。だから、関東大震災で破壊されても、帝都も再建なんです。戦後の今の東京は帝都じゃありません。首都ですから。だから、いわゆる美しさっていうのは東京にない。京都は今でもなぜ、アルバム美しいかというと、帝都だったから。だから、その国を治め、指導者となる方が住まれる都、そういう国家体制ですから。だから、天皇がお住みになる都としての帝都を作ったわけですね。この帝都を守る飛行場が厚木でした。で、昭和20年8月15日に戦争を負けますが、この厚木の人たちは、つまり特攻隊員は、あるいは指導者は、こう戦争に負けてはいないんですよ。俺は最後まで戦うって言ったんです。厚木には優秀な飛行機がいっぱいあるじゃないかと。だからアメリカ軍が東京湾にやってきた時に我らはそれを撃滅するって言ったんです。本当ですよ。戦争反対でした。終結反対。ほんで、その厚木のもう血気盛んな若者たち、国家のため思ってる連中のとこ行って、もう重々と天皇の気持ちを伝えた人にこの前会ったんですよ。夏暑い時に。それが大本営の参謀でした。ほら、もう殺されると思ったって。もう、お前はなんだと言うんで。けれども、ずーっと彼は説得して、ほんで、マッカーサーが来るまでに、その飛行場で潰れた飛行機もあれば、飛べる飛行機もあるんですが、それ横に抜いて掃除して、そしてそれを焼いて、もうやがて任せたそうですよ。8月の30日。その時の苦労したことを話してました。もう俺は殺されるかわからんと思ったと言ってました。ほんで、マッカーサーが、皆さんコーンパイプ加えて、サングラスかけて、こう降りてくるじゃない。知ってる？途中で止まったりしてね、ずっと降りてきたらいいのに、途中で止まって。で、こう見て、で、こう降りてくる。私たちはあれを記録映画で見ますが、あるいは写真で見ますが、その時、一人も日本にいなかったって。つまり、先発隊、アメリカの先発隊が、お前ら見ない、どこ行けって。だから今言ったら掃除して、厚木の飛行隊を説得して、どこ行け。誰もいなかったそうですよ、真相は。だから、あそこに集まったのはアメリカ人ばっかりだよ。ほんで、報告文書署名、9月の2日ですが、これは日本を代表して、重光さん、これ政府代表でしょ？軍隊代表は、梅さんです。ここに、ちょっと持ってくださいますか？どなたか。これ報告文書です。同じ大きさ。完全なコピーです。で、こちらの方に英語書いてありますが、これトリックがある。どういうトリックかと言ったら、日本は、ポツダム宣言を受け入れますって言ったんです。学校でも習うでしょ？で、ポツダム宣言で皆さんお意味なさらないですよけども、ポツダム宣言にははっきりと、日本が無条件降伏したのは、軍隊についてのみ無条件降伏してるんです。陸海軍は武装解除すると。それだけの無条件降伏。政府とか政治とか教育とか、無条件降伏はしてないんです。だけど、この降伏文書は、日本は完全敗北。軍隊だけじゃない。だからマッカーサーがグワッと来たんですよ。ねえ、ここ行って、署名するときに、いや、これは間違ってるじゃないかな、言えないでしょ、もう。しかも英語で書いてあるから。ミズーリの調印式知ってるでしょ？茂美さんが、
あの方は、上海事変で足吹っ飛んだから、杖一本とこいつも足引きずりながら行ってらっしゃるね。で、証明したんです。そういう中で、梅津さんは参謀本部でサインしました。で、マッカーサー、以下ずーっと連合軍の名前書いてあるんです。サイン、サイン、サインずーっとしてあります。これは航空文書。本物で、本物じゃない。これコピーですけど、ほぼ完璧な同じ大きさのコピーです。ちょっとすいません。ありがとう。で、それが9月の2日にあったんですが、その大本営の参謀がついでに僕に言いました。横浜から船に乗って、そのミズーリーっていう戦艦まで行くわけです。で、今や重光さんと梅津さんでしょ？船がないんですよ、日本は。みんな沈めちゃったから、アメリカが。ほんだら二人は、もうそんなん嫌でしょ、そういう教育を受けて国のためにやってきた人が。署名なの、日本を代表して、勝った時の署名やったらいいね。負けた署名ですから。ほんで、重光さんと梅津さんはもう愕然として、横浜の税関の長官の部屋でもう立ち上がろうとしなかったそうですわ。船はないから。ほんで船がないと分かった時に、やらしいな、ここは。連合軍がアメリカの巡洋艦を持ってきたんですよ。これに乗れって言って。船がないと分かってる。ほんでまた屈辱のサインのために9月2日行った。それがさっきの航空文書証明。まあ、いろいろ話あるんですが、じゃあ時間がないからお許しくださいよ。そして次に9月11日 GHQ が逮捕指令を開始して、こっからいよいよ東京裁判が本格化するんですが、スタートが9月11日なんです。あれ？ん？どこで聞いた？そうなんですよ。あの1年前のテロが9月11日。これはいよいよアメリカが乗り出してきたのが9月11日。その他ね、9月11日で世界で起きた事件終われたらいい。ちゃんと意味がある。その日でなくちゃならんということいっぱいある。逆に、逆の勢力がやるときは逆転して11月9日にやる。偶然じゃないんです。ついでに、この9月11日に意味がある。起訴状が出される。すると、ここですね、4月29日。この下に12月23日。7年の公式と書いてありますが、12月23日。意味は、意味がある。4月29日は何？昭和天皇の誕生日じゃない。今、緑の日って言ってますが。要するに、日本の最高権力と言いますか、元首の昭和天皇の誕生日に起訴状を発布するんです。で、最後、12月23日、公主刑。普通、12月24日はクリスマスイブですから、23日にアメリカは何もしないですよ。一番はしゃぐ時だから。23、24ってな。だけどその23日に7人を密かに公式したんです。だから骨も返さないし、肺も返さない。どこ行ったかわからないんです、彼らの遺体は。で、12月23日なぜやったのかというと、当時の皇太子。今の平成天皇の誕生日だから。こうしてね、日本という国を屈辱でガーンガーン続くんですよ。偶然じゃないんです。さっき言ったでしょ。思想も歴史も伝統も叩き潰す。だからそのためにちゃんと日を選んでるんです。今回の 9.11 も選ばれた日なんですよ。さらに、前に皆さんに1ドル札の裏見ていただいたんですが、こうしてピラミッドがあるね。ピラミッドの一番上だけがピュッと浮いて目が出てる。今の1ドル札です。かつての1ドル札は、そんな三角の中に目があるなんてないですよ。